医師や入院患者らが感染し、外来診療などを停止していた和歌山県の病院が、今日安全宣言を出して通常業務を再開しました。済生会有田病院の安全宣言を出す。和歌山県湯浅町の済生会有田病院では、先月、医師や患者の新型コロナウイルス感染が判明して以降、外来や入院受け入れを停止していました。県は病院の関係者ら474人の検査を実施し、新たな陽性患者がいないことを確認。2週間の経過観察期間を終えた今日、すべての業務を再開しました。嬉しい限りです。はい。ずっと待ってましたんで。ふってしてます。孫もね、お世話になってるしね。仁坂知事は徹底的な処置が功を奏した。これからも緊張感を持って対策に臨むと話しました。